続きまして他メンバーよりお話しさせていただきます。では松岡よりお話しさせていただきます。今回のうちの山口の事件で本当に被害をお受けになった方、そのご家族の方、そして今まで時を支えてくださったいろいろな関係者の方々、ずっと時を応援してくださったファンの方々、本当に今申し訳なく情けない気持ちでいっぱいです。皆さんが山口の会見をご覧になってご指摘されていた自分にまだ席があるならそこに帰りたいという発言を自分で目にしたときに、山口の彼の甘ったれたあの意見は一体どこから生まれるもんなんだろうと正直思いました。おそらくあの時の彼は自分が崖っぷちではなく自分が崖の下に落ちていることを気づいてなかったと思います。そういったいろんなことから生まれてくる甘えが、その根源は一体何だろうってずっと考えました。TOKIO に戻りたい、俺には TOKIO がある、 TOKIO に帰る場所がある、もしそういう気持ちが少しでも彼の中にあり、その甘えの根源が僕ら TOKIO だったとしたら、これはあくまで自分の意見ですけども、そんな時は一日も早くなくした方がいいと思います。僕がテレビを見てたらそうやって言う視聴者の一人になってたと思いますので、それを思いながらずっとメンバーにも会えず考えていく中で、その一方、本当に申し訳なく情けないんですが、ありがたいことに番組継続、いろんなお仕事継続、そういうお声もいただいたときに、今僕ら4人ができるのは何だと思うと、それをしっかり果たすことがプロなのではないかっていう、その狭間で戦ってます。やめるのは簡単だと思います。ただ与えられたことはきちっとやらなきゃいけないのがプロだと思ってます。今自分の中ではまだ整理が全然ついてませんが、皆さんに今日聞かれたことは全てお答えしようと思ってますんで、何でも聞いてください。よろしくお願いします。